しいなら隠れてちゃダメだと知ってるくせにさ朝になったら迎えに行くよ君を 99% わからないから明日を確かめに行こう江戸転生、この術は許せない。まあ、俺も熱くなるまで時間のかかる方だが、今回は久しぶりに沸点が低かった。千の術をコピーしたコピー忍者のカカシ、これより通りな通り暴れる。この戦場、俺の予想ならそろそろ。現地の情報部隊から連絡。カカシ率いる第三部隊が江戸天聖の忍びを相手に奮戦、攻勢に転じ敵の殲滅に近づいているようです。やるな。さすがは畑かかしといったところか。まあ当然だな、あいつなら。第二部隊、第三部隊、そして第五部隊の戦闘はほぼ完了したと言っていいでしょう。どの戦場も我々忍び連合が勝利を収めています。思いのほか順調だな。ああ、逆に違和感を覚えるほどにな。奴ら暁はまだ奥の手を残していると考えた方がいいでしょうね。次に動くとしたら、ダルイ率いる第一部隊が守る海岸線か。それとも砂漠地帯に陣取る第四部隊か。いずれにせよ夜が近くなっている。おそらくは次の衝突が今日の最後の一戦になる。頼むぞ、みんな。Tak więc witajcie w kolejnym odcinku z Ultimate Ninja Storm 3. Została nam prawdopodobnie ostatnia... Nie ostatnia. Jeszcze będzie walka z Asumą. Więc teraz będzie walka z braćmi. Dajsan 第五分隊は第三分隊の援護だ。敵を近づけるな。おい、
Mortal Kombat na wybrzeżu. Czyli będzie sporo kopaniny. できない。 Czyli ja w pojedynkę muszę tam dotrzeć. Zdążę ich wszystkich wrzucić, bo trochę czas mi leci. かなりの強者だと聞いています。気をつけてください。サラトールとでは、非常経験に差があるお前は今日ここで一緒に落とすことになる。
Извял. Dobra, nie ma czasu, muszę biec. To jest skill. ¡Yoshi! No i nareszcie. Temat odcinka. Yatto owai dekimashita ne. Kinkaku-sama, ginkaku-sama. なんだお前。帝族な忍び如きが俺たちの前に立つんじゃねえよ。大先輩に失礼な話ですけど、これからお二人の金と銀のメッキを剥がすことで。大先輩への口の利き方が気に入らねえな。すぐに黙らせてやる。やるぞ銀閣。おうよ銀閣。 Laser Focus!
Ktoś czuje, że to nie będzie proste. Jak jest dwóch do jednego. No nie no. Tu muszę zwiewać, kurde, bo to mnie zasysa. Na szczęście na vloga też to działa, więc jest jakiś plus z tej bitwy. ほらよ。ほらよ。ほら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 。ほ
Przed tym się nie żeby nie obronić, niestety się nie da. Jeszcze trochę HP mu zostało. Jest. I kończymy walkę. No i koniec walki. Dobra, też się będę z wami już żegnał, dziękuję za obejrzenie odcinka. Teraz prawdopodobnie będzie jakiś filmik, więc sobie go obejrzyjcie, a ja wyłączam w sensie mikrofon i widzimy się po tej cutscence w kolejnej walce. Na razie. よし。あんたたちの悪行もこれでおしまいだ。金閣、銀閣。なんだ。しまっ。 いる者の呼びかけに応えるだけで、ターゲットの声を録音し封印する。かつてあんたたちが持ってた最強任務だ。今回は俺らのために使わせてもらいましたよ。 雲に二つの光ありと歌われたこの俺たちが、こんな野郎どもに。初めに言ったはずっすよ。金と銀のメッキ剥がすことになっちまってすみませんね。 銀閣は封じた。第一部隊、ここから巻き返すぞ。うわ、どうした。海岸線にあった大きなチャクラが 2つ消えた。本当か。現地からの連絡が入った。金閣、銀閣は琥珀の城兵に封印。海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし。わざわざ転送の術を使って
琥珀の上辺を送った甲斐があったな、マブイ。はい、お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうする？すでに海岸線に騎士殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだ。ええ、この機を逃す手はありませんからね。